ドリーム TV 目指せ2億長者、ナビゲーターの石上陽子です。まずは先日行われましたワールドカップアジア3次予選、平壌で完全アウェーで行われた試合、日本代表選手の皆さん、そしてサポーターの皆さん、本当にお疲れ様でした。これでひとまず年内の代表の試合は終了となります。来年2月からの活躍に期待しましょう。さて、543回のトトなんですが、私の予想参考にしてくださった方いらっしゃいますよね。大荒れ注意報見事的中しました。さらにですね、愛媛が広島に勝利、鹿島と富山が引き分けるというちょっと波乱含みの結果となりました。こういったところも、トトの魅力の一つですよね。こんな展開があるトトなんですが、年内のトトも残りあとわずかになってます。年末年始をリッチに過ごすためにも、ここはがっちり当てていきましょう。それでは早速第544回の予想に参りましょう。まずは横浜 F マリノスと名古屋の一戦から。ホームの横浜 F マリノスは水曜日の天皇杯で栃木に大黒選手の2得点などで3対0で勝利しました。ただリーグ戦では直近5試合で1勝1分け3敗とあまり調子が良くないようです。対する名古屋は直近のリーグ戦5試合で4勝1敗と2連覇に向けて好調をキープしています。水曜日の北九州戦も1対0できっちりと結果を出したので雰囲気は良さそうです。続いては磐田対甲府の一戦です。ホームの磐田は前節浦和に3対0で快勝、しかし千葉との天皇杯では0対1の敗戦、リーグ戦では直近3試合で1勝2敗と好調とは言えないようです。対する甲府は現在16位、 J1 残留に向けて勝ち点を落とせないといった状況です。天皇杯では柏に1対6の大敗、リーグ戦も2連敗中と調子は良くないようです。攻撃陣をリードするパウリーニョ選手が出場停止、不安材料が多いというところが気になります。続いてはセレッソ大阪対神戸のポイントです。セレッソ大阪は直近のリーグ戦5試合で2勝3分け、攻撃陣は12得点と好調なのですが、守備陣は9失点と安定感がないようです。対する神戸は水曜日に FC 東京と対戦、延長戦、後半ロスタイムの失点で1対2の敗戦、リーグ戦では直近の、3試合で1勝2分けと粘り強い戦いを見せてくれていますが、やはり天皇杯のショックと、延長戦まで戦ったことで疲労も気になるところです。さて残りの4試合で注目したいのは東京ヴェルディ対ジェフ千葉の一戦です。水曜日の浦和戦では勝つチャンスはあったんですが1対2で敗戦、千葉戦は直近4試合勝利がなく、今回も苦戦を強いられるかもしれません。対する千葉は前節鳥取に勝利、わずかながら J1 昇格の可能性を残しているようです。水曜日の天皇杯では磐田を相手に米倉選手のゴールを守りきって1対0の勝利です。続いては今週も J 日和です。横浜 F マリノスでは11月19日土曜日に行われる J1 第32節名古屋グランパス戦にて、クイズに答えて素敵な商品をゲットしようというイベントを開催します。試合当日スタジアム周辺で配布されるクイズに答えると、選手全員のサイン入りユニフォームや選手愛用サイン入りスパイク、旅行券といった豪華商品が当たります。来場者限定のイベントになりますので、当日はぜひスタジアムに足を運んでみてください。なおこのイベントの詳細に関しては横浜 F マリノスのオフィシャルウェブサイトにてご確認ください。以上今週も J 日和でした。続いてはチャレンジトトワングランプリのコーナーです。今回の私の予想はこんな感じになっています。今回注目するのは富山と愛媛の試合です。過去の戦績もほぼ互角で、現在の順位は愛媛が15位、富山が17位と、ちょっと予想が難しいなと思うところなんですが、
私はここはですね、先日広島に勝利した愛媛が勢いづいて優勢なんじゃないかなと思ってこういった予想にしてます。とはいえ、富山も鹿島を相手に延長戦まで粘り強い戦いをして、引き分けという結果を残しているので0と2で勝負しています。参考にしてみてください。以上、チャレンジトトワングランプリでした。陽子の大荒れ注意報。最後はおなじみのこのコーナー、陽子の大荒れ注意報です。今回の大荒れ注意報は清水エスパルス対柏レイソルの試合を選んでみました。この試合はリーグ優勝に向けて勝ち星を重ねている柏の勝利が支持されているんですが、私は清水が勝ち点を獲得するのではないかと呼んでいます。そう考える理由とは、現在9試合負けなし、ホームゲームで抜群の強さがあるということです。リーグ戦では現在6試合負けなしと好調をキープしている清水ですが、さらにホームゲームでは現在9試合負けなし、絶対の自信があるんです。相性のいいホームで首位いじめをするかもしれません。そして大荒れ注意報もう一つの理由は、柏対策は万全、前回対戦のリベンジに燃えているということです。清水は今シーズンの開幕戦で柏に0対3で敗れているだけに、選手たちのこの試合にかける思いはひとしおのはずです。その開幕戦ではジョルジー・ワグネル選手に2得点を許しているので、彼への対策を含め万全の体制で首位柏を迎え撃つはずでしょう。というわけでこの試合はぜひ1や0をマークしてくださいね。以上、陽子の大荒れ注意報でした。第544回のトト販売締め切りは11月19日の土曜日です。また第544回の詳細データなどに関してはウェブやモバイルでご確認ください。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。